皆さんこんにちは。2022年合格目標、宅建試験でどこまで賃貸試験を戦えるか、宅建知識の活かし方スケジュールを伝授という形で、ガイダンスを始めてまいります。担当はレック専任講師の有山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、宅建の今学習をしていらっしゃる方、あるいは、宅建をすでにね、合格されている方を対象に、宅建試験でですね、宅建試験の学習で培った知識でどれだけ短期間で、賃貸不動産経営管理士の合格に、ね、向けて、勉強を進めていけるかという観点で、30分程度でお話をさせていただきます。早速今回使っていく教材をまずは確認させていただきますが、こちらのですねレジュメを使いましてお話をさせていただきます。はい、こちらですね、2022年の賃貸不動産経営管理士の宅建知識の活かし方と、あと具体的にはスケジュールですね、そのあたりをお話ししていきたいというふうに考えております。まず今年宅建試験受験される方を今回は中心にねお話をさせていただきますけれども、基本的には、宅建試験が10月に、なった方なる方に関しましては、基本的には先に宅建試験がありまして、1ヶ月少し経ちますと賃貸不動産経営管理士の試験という形になると。そして万が一12月受験ですよという形でねお知らせが来てしまった場合には、先に、賃貸不動産経営管理士の試験がありまして、そこからこちらも約1ヶ月後に宅地建物取引士の、資格試験があるという形で、どちらになるにせよ、一応余裕が1ヶ月程度あるという形になるわけなんですね。でこのあたりに関しては、受験の、概要に関しては軽くご一読いただければと思いますけれども、ちょっと内容として、確認していきたいのが、まず基本的にはですが、どちらも四死択一のマークシート方式です。要は賃貸不動産経営管理士もこれね四死択一のマークシート方式ですし、宅地建物取引士資格試験も同様に四死択一のマークシート方式になりますので、形式がねもう非常に、似通っているというか同一になりますので、非常にね解きやすいといいますか親和性が高いというところでございます。で賃貸不動産経営管理士に関しましてはちょっとお値段がね1万3200円という形なんですけれども、一応ね同様の試験になっていると。ただ内容がねどうしてもそもそも資格が異なりますから異なるわけですけれども、出題の範囲としましては、管理受託契約っていうものがあると。でその管理受託契約に関しての、内容と色の方が見やすいでしょうか、ちょっとカラーで塗っておきましょうかね。はい、管理受託契約に関しての内容、そして賃貸住宅の維持保全に関する内容で、さらには敷金などの金銭の管理に関して、そして賃貸住宅というのがポイントですね、の賃貸借に関してと、あとはですね法律関連の知識という形になるというわけなんですが、でその他に実務に関するものも一部出題があるという形になります。一応昨年のですね、昨年といいますか直近5年の受験者のデータなんですけれども、昨年がねかなり高得点といいますか合格基準点がすごく高かったんですね。40点が、合格ラインという形となっておりました。ただ合格率で考えますと、じゃあその40点取らないといけないから難しくなっているのかっていうと、そういうわけではないと。そういうわけではなく、点数ではなくてですね合格率で考えていただきたいというところなんですね。で昨年からこちらの賃貸不動産経営管理士という試験は国家資格になりまして、賃貸住宅管理業法という法律によりこの年から国家資格として扱われるようになったと。その賃貸住宅管理業法というのができ、そしてこれが国家資格化したということで、かなりね受験者の方もギュッと増えた形ではあると。ただ問題がですね、基本的には
サブリースに関する問題が昨年に関してはかなり多かったので、やっぱり実務でですね、サブリースに関与してらっしゃる方ですとか、あとは実際に賃貸管理とは直接的な関係はないけれども、賃貸の仲介をしてらっしゃる方なんかに関しては、割とね、解きやすかったんじゃないかなっていうのが、ここのね、得点がぐっと上がった要因かなというふうに個人的には考えているところではあります。で、こういった形でね、概要としましては、いろいろな内容が出題されるんですけれども、今回は宅建試験の知識がある方、あるいは今宅建試験の合格に向けて奮闘してらっしゃる方が、はい、2ページにお進みください。宅建と合わせて賃貸管理士も一緒に取得してしまおうということで、超短期でなんとかうまいことですよ、バランスを取りながら、各分野を攻略していくためには、どういうふうにすればいいのかというのを確認していきたいということで、ちょっと、ね、見ていただきたいんですが、宅建試験との親和性があるかないかというところで軽くね見ていただきますと、例えばですが賃貸借関係、そもそもですが賃貸借契約ってどういうものなんでしょうかというところ、あとは敷金ってどういう性質のものなのと、あとはですねサブリースについて、定期建物賃貸借も特殊なね、不動産の貸し借りでしたよね。あるいは民法に関連するところではございますが、保証請負委任、不法行為の工作物責任、相続などなどと、このあたりは宅建試験でもがっつり勉強するところであると。そして科目別の攻略法という一番右側を少しご参照いただきたいのですが、この今軽くねさらってご紹介しました賃貸借関係っていうのは、これまでのですね過去問の知識を問う問題が多く出題されておりますので、難問への対策をするじゃなくって、過去問知識の正確な理解をしていただきたいと。ですからあんまりにも難易度が高い、難易度が高いの判断基準というのは、過去の受験者の方の正答率などなどで判断していくところではあるんですが、これはちょっと難易度が高いなっていう問題を、もうとにかく分かるまでやるんじゃなくって、もちろんそういうものもね、ある程度得点を重ねていくっていう点では、侮れないところではあるんですけれども、繰り返し繰り返し出題されている過去問で出ているところをですね、しっかりと正確に理解していくっていうところが重要となるというわけでございます。そしてその下、管理受託について、管理受託ってそもそもどういうものなんだろうかという、意義ともちろん出ますね。そしてその賃貸住宅の管理業法に関して、でそれに付随する、賃貸住宅の標準管理受託契約書、要は管理をお預かりする、管理のお仕事の部分をお預かりしてくる時のひな型ですね、標準の管理受託契約書というものがございますので、じゃあこのあたりについては、じゃあ宅建とは一切関連がないのかっていうと、基本的に宅建試験で学習した内容を基礎としてすぐに、理解できるところになるんです。ですからそこまでね、難易度が高い問題も出ず、基本レベルの問題が多いですから、このあたりに関してもね、宅建の学習がある程度進んでらっしゃる方についてはすぐにねインプットできるんじゃないかなというところですね。でそれと同様のものが、はい、3ページサブリースというところですが、3ページのね一番上です。サブリースというのは言い方を変えますと、これ皆様書かなくていいのでね見ていていただきたいんですが、転貸借、転貸借のことを、これサブリースというふうに言うんですけど、例えばですよ、これ皆様書かなくていいですからね、 A、B、C でリース、 L でね賃貸のことは私は表しておりますけど、こういうふうに A さんが持ってる例えばお家、賃貸住宅とかを B さんが借りました。でそれを B さんが C さんにまた貸ししてますっていうと、ここがマスターリース契約というふうに言いまして、ここがサブリースというふうに言うんですが、このサブリースに関してもその管理を受託している方式の一つになると、管理を受託している方式というよりもですね、少し先行してご紹介しておきたいのですが、4ページの一番下見ていただきますと、その管理
その賃貸住宅の管理っていうのは主に管理受託方式っていうものとサブリース方式っていうのに分かれてると。でこれがまさにその通りですよね。マスターリースとサブリースっていう形でね、図に書くなら A さん B さん C さんでリースをしています。マスターリースサブリースと、これをまあサブリースというふうに言うわけなんですけれども、ここもね昨年は非常に問題数多かったんですけれども、これも正直基本レベルの問題ばかり出てきますので、まあ、きちっとですね過去問ですとかあと基礎のテキストを活用していただきまして、あの網羅的にね確認をしておけばある程度は得点見込めます。あの宅建士の知識がある方はすぐに得点源になるところですので、これもね親和性が高いというふうに言えるでしょう。で問題がそれ以降なんですけれども、例えば入居者の募集についての実務的な話ですとか、あとは業務関連の法令だと社会情勢ですとか、そのあたり、あとはまあこれは最たる例ですね、賃貸不動産経営管理士のあり方、このあたりに関してはあのもちろん宅建試験と非常にまあ、親和性が高いところもあるんですけど、ちょっとね独特なものといいますか、まあ、やっぱり賃貸管理士試験ならではのところが出てきますので、まあ、そのあたりに関しては、まあ、しっかり模擬試験などをね活用していただきましてですね、もし模擬試験を活用していただきまして、新しいテーマですとか今年まあ話題になっていて出る可能性が高いんじゃないかっていうところを積極的にね、まあ、扱っていっていただきたいというところでございます。はい、そして、まあ、維持保全に関してはね少しあの何て言うんでしょう、建築設備系のものがバーッと出てきたりしますので、これはねちょっと宅建試験では扱ってないところが多くなりますから、まあそこまでねあの膨大な量があるというわけでは、もちろん深く見ていくと電気設備、換気設備、消防用の設備とかですともう本当に多岐にわたるんですけれども、出るところというのはある程度ね現時点ではあの限られている部分になりますので、まあ、この辺もねそこまで時間をかけずにあのしっかりインプットすることは可能なんじゃないかというふうにあの個人的には考えております。はい、そして少し比較をしておきたいのですが、4ページ、宅建業法とその賃貸管理士のメインとなる賃貸住宅管理業法のまあ用語の違いといいますか、どういう言葉が出てくるのかという話なんですが、まず宅建業法でいうと、まあ、宅建業者と、宅地建物取引士っていうのがまあ出てくると。でそれと同じような形で賃貸住宅の管理業者と、賃貸不動産経営管理士っていうのが登場してくると。でその賃貸不動産経営管理士と、まあ、これね今後学習していくと、ああそういうことかというふうになると思うんですが、まあ、役割的には似通っております、まあ、似通っているというかですね同じような形になります。業務管理者だから管理士がですね業務管理者として実際に現場で活躍をしていったりするわけなんですが、まあ、こうすると割と同じような構造になっていると。業者がいて専門家である宅建士がいる、業者がいて専門家である賃貸管理士がいるというような形になっていると。ではその宅建士っていうのと賃貸管理士っていうのがじゃあどういうお仕事をしているんでしょうかっていうと、まあ、まずあの登録受けましょうねっていうのはね置いときまして、お仕事重要事項の説明、重要事項説明書、重要事項説明で重要事項説明書への記名押印等々ね。ですから重要事項説明をする、そして重要事項説明書をお客様に、まあ、渡すために記名押印をしたり重要事項説明書をお渡しして説明をする。ですからやることがですね非常に似ていると。でさらに契約書、ね、についても、まあ、宅建士と賃貸管理士が、まあ、面倒を見ているということですから、やろうとしていることは同じなんです。でそもそも宅建業法上の取引っていうのは自ら売買交換、売買交換貸借の代理、売買交換貸借の媒介っていうふうに全部でまあ8種類あるんですけれども、じゃあ自ら貸借はと、で自ら貸借の中に自ら転貸はとかが含まれているわけですが、それらは取引にならないと。でも取引にならないと、まあ、言い方悪いですけど野放しと言いますか、もう完全に自由にやっちゃっていいのと、いやそれは違うでしょうっていうことで、賃貸不動産経営管理士、賃貸住宅管理業法というのがサブリースなどについても要は制限を加えていくことになったということで、まあ、やりたいこととしては、まあ、顧客ですとか一般消費者ですとかあるいはオーナーに対しての、まあ、何かしらのトラブルが起こらないようにっていうことですから、非常にねあのそもそもの宅建士っていうのと賃貸不動産経営管理士っていうのが
そもそもが親和性が高いということになるわけなんですね。でそして業者と、まあ、どちらも業者ですが、業者が何をやってるかっていうとですね、これはやっぱりやろうとしていることが違いますから、まあ、少しね違いがございますけれども、ただほぼ同じものがこちらですね。何かというと、宅建業者の場合はプロである宅建士を置きましょうと。で賃貸住宅管理業者の場合も、まあ、それを専門的な知識がある業務管理者っていうのに、まあ、管轄をしてもらおうということで、このあたりはね同一といいますか似通っているということですね。そして宅建業法ならではのものと、賃貸管理士ならではのもの、賃貸住宅管理業法ならではのものに関しては、まあ、宅建業法はやっぱりね、あのお客様に広告を出したりして売っていこうっていうことですから、そのあたりについての制限が多いと。そしてこちらの、賃貸住宅管理業法で少し注意していただきたいのが、特定賃貸借契約っていうものがあると。特定賃貸借契約って何なんでしょうかということなんですが、はい、こちらで図が登場してきます。ここなんです。先ほどマスターリース契約というふうにご紹介したもの、マスターリースとご紹介したのが特定賃貸借契約であると。そしてその特定賃貸借契約に基づいて借りたものをさらに転貸しましょうっていう時に、これがまあ俗に言う転貸借、サブリースなんですが、これをですねする時って、結局の話、このサブリースの場合ではこちらの賃貸人、サブリース業者っていうのは貸主として貸す、転貸人として貸すことになりますが、こちらだと借主、賃借人であると。そうしますと、あのもちろんね賃借人ですから、借地借家法がねこの人を守ったりとかしてるんですけれども、そうするとやっぱりね、その借地借家法でこの人守られてます、借主強力に保護してますだけだと、例えばですがサブリース10年一括借り上げですと。で10年間一括で借り上げてくれるんだったらそれはいいなっていうので、まあ、貸しました。ところが実は細かく見ていくと、あれと、2年に一度賃料見直しがありますとかで、どんどんここの契約条項が、まあ、要はサブリース業者に有利になっていくみたいなことが、まあ、昔はあったと。でトラブルになったことがあると。で社会的に少し問題になったこともあるということで、まあ、そのあたりについても一応ね、いろいろな制限を加えていかなければならないということで、そのマスターリース契約に関しても、まあ、さまざまな制限を加えていこうというのが、まあ特有の内容になるということでございます。そして聞き慣れない言葉が出てくるんです。勧誘者って何なんでしょうかと。勧誘者というのはですね、この現賃貸人の方に対してマスターリース契約を、サブリース業者となるね、マスターリース契約結んで、この人がサブリースで貸す、そういった形であなた貸せば、言い方はあれですけど、損をすることは少ないと。損は絶対しないですからって言っちゃうと、ダメですよ、ダメなんですが、安心じゃないですかと、一括借り上げで安心ではないですかみたいな形で勧誘をしてですね、まあ、この形を作り上げるためにサポートをしていくといいますか、例えばです、建設業者としては、この現賃貸になる予定の方が、ああそういうのもあり、サブリースで業者に借りてもらうのいいなと、じゃあアパート建てようかとかね、マンション建てようかと、まあ、そういうのを狙うわけですから、まあ、いろいろな方が出てくるんですが、このサブリースの形につなげるために勧誘をする方、だからサブリース業者だけじゃなくて、これになるために勧誘をしていく方についても一部制限を加えているというのが、特定賃貸借契約の適正化のための、まあ、措置という形になるんですね。でここでですね、今回いくつか問題をご用意しておりますので、今回の、ね、コンセプトもう一度確認しておきますよ。今回のコンセプトは、宅建知識でどこまで賃貸試験戦えるのかと。でまあ、少ない、ね、時間でなんとか超短期の決戦で2つ取りましょうというのを、ね、目標にしているわけなんですけれども、まあ、それを踏まえた上で、宅建士の本試験問題と賃貸管理士の本試験問題をそれぞれ比較してみたいと思います。で一応参考図書として、ね、ご用意しておりますのが、レックの講座でも使用してまいります合格の取説の、ね、一問一答と、あとはテキストとですね、問題集をご用意しております。でまず、はい、ページ進めていただきまして、これがですね、宅建士の、問題
ですね、宅建士のウォーク問過去問題集っていう問題集なんですけれども、これね見ていただきますと、令和3年だから昨年の、本試験問題ですね。正しいものどれかという問題なんですが、これはね賃貸管理士でも宅建士でも言えるんですが、正しいもの探してくださいとか、あと次ですね、皆様このページのままでいいです。これね後ほどご紹介する賃貸管理士の問題になりますが、最も適切なものはどれでしょうかなどと言われたら、必ず何聞かれてるかっていうのを印をつけてからやっていただきたいというところです。で、理由があるんです。もし正しいものだったらこれ丸をつけていただきたい。で、誤ってるもの探してくださいっていう問題であれば、誤ってるものっていうので×の印をつけていただきたいと。で、理由が、宅建士も賃貸管理士も四肢択一式、四肢択一式を50問解くと。で、時間は2時間で、そうすると丸を探してるんだか×を探してるんだか勘違いしちゃう方がね結構多いので、まあ、そうならないように一応ね印をつけてから解いていただくっていうのをお勧めしております。で、まあいろいろ読んでいきますと、判決文に関しての問題なんですけれども、まあ敷金関連のね話ですね。で、敷金っていうのは明け渡しを受けた後に残額を返還すれば足りるというふうに返しましょうと。だから従って敷金の明け渡し債務っていうのと建物の家屋の明け渡し債務っていうのは同時履行の関係に立つものではないっていう、まあ、判決があると。まあ、もちろんねこれ判決文読まなくても知識としてね あそうだっていうふうになるところではあると思うんですが、でそうすると今回正しいものが1番が正解で2、3、4が×になると。でね、まあ、見ていきますと、これ1番って直接その同時履行の関係に立たないよとかそういうことを言ってるわけではないんですが、これ明け渡し債務と敷金返還債務留置権を取得する余地ないよって言ってると。でそもそもなんですが、留置権っていうのはあなたがやってくれること、まあ、あなたがお金を払ってくれなかったらこれ私とどめ置いてますからねと、お家返さないで持ってますよっていうふうに言えるのかみたいな話なんですが、判決文によると先建物返してねと、先建物返してくれたら後から敷金返すっていうのが、まあ、妥当だろうっていうふうに判決文では言ってると。ということは留置権は取得する余地ないよねっていうことで、まあ、その通りになると。で2番3番4番なんですが、まあ、軽くねこの辺はご一読いただければと思いますが、まあ、例えばですが3番とかでいくと、まあ、敷金についてのいくらぐらい返ってくるんでしょうかって話なんですが、契約終了後明け渡しまでに生じた債権は控除しませんみたいなこと言ってるんですが、いやいや明け渡しを受けた後にその残額について考えていきましょうっていうのが前提で、もしですよ明け渡し前にお部屋をすごく汚してしまいましたとか、明け渡し契約が終了した後ね、契約が終了した後なかなか出て行ってくれないと、でやっと出て行ってくれたと思ったらそのお引越し作業中にちょっとこう穴開けちゃいましたとかいう時に敷金からは控除できませんとか言うと、それは違うんじゃないかと、まあ、こんな感じのね問題が続いていると。で今回はじゃあこれをじっくり分析してしていきましょうっていう話ではないので、次にお進みください。今度は賃貸管理士の、まあ、問題に移りたいんですけれども、またね敷金ね、同じの比較したいね敷金に関しての問題が出てきていると。で今回は適切なものを探してくださいということで、適切なのはですね3番がちょっと消えましょうかね、はい、3番が適切であると、ね、いうふうに判断することが可能です。で3番ちょっと見ていきたいんですが、建物を借主に引き渡した後第三者に建物を売却し、で所有権移転登記完了した場合、特段の事情がない限り敷金に関する権利義務は当然第三者に承継されるよっていう話で、これねどういう状況なのかと言いますと、はい、さらに次のページ、これ実際にねインプットで使っていく教材になるんですが、すごい分かりやすいですよ、イラストが豊富なんでね。見ていきますと、今回聞いてるのって建物の所有者が変わりましたって言ってると。で建物の所有者が変わりましたっていうことですから、じゃあこれどっちだと思います？建物の所有者が変わります、建物の所有者が変わりますってこと、賃貸人が変わった場合こっちに該当すると、ね、でこっちに該当するとき、
新しい賃貸人に対して旧賃貸人が持っている敷金に関しての権利義務が承継されることになると。で、一方借主が変わった場合には基本的には新しい賃借人に対しての敷金関連は原則これ、ね、承継されないという形になるんですが、じゃあそうすると、はい、話戻しますと、この適切な内容としては、まあ、まさにその話を言っていて、敷金に関しての権利義務っていうのは当然第三者に受け継がれるよねってことになると。あ、そうなの、でも全然内容違うんじゃないかと。いや、あの他の部分がね割とちょっと似通ってるところがありまして、例えばですが4番見ると、契約が終了しましたと。で、明け渡された後借主行方不明になりました、敷金の充当の通知ができない場合、敷金を未払い賃料とか原状回復に充当することできませんよって言ってるんですが、これは結論としてできるので不適切になると、でこれが要はちょっとね、行方不明になるっていうのが、え、全然違うじゃないかってなりそうですが、先ほどお話をしていた敷金って契約が終了した後に発生した債権も控除していいんですよっていう話だと。で、その控除するときに借主の、元借主の承諾とかそういうものいるのかっていうと、そういうものではなくって、もう普通にその契約が終了して明け渡されるまでに発生したさまざまなものとかについて当てていいですよっていうことだから、この通知ができないから当てられませんよとか、行方不明になっちゃったから無理ですよとか、そういうことではないと。そもそもの基本的なものが敷金っていうのは、その明け渡しまでに発生した債権に関して、まあ、保証する目的があるからそれを引いていいんですっていうのさえ覚えておけば、行方不明とかのちょっとイレギュラーな問題が出てきても、いやこれは宅建でもやったけど確かもう普通に引いちゃえるんじゃなかったかと。ね、ちょっと行方不明というのはイレギュラーですよ。ただ、まあ、そのあたりね、判断できたんじゃないかなと。で、さらに見ていくと、1番とかもそうじゃないですか。明け渡し後でなければ未払い賃料に充当ができないと。まあ、これはね、あの明け渡し後にしか引けませんよみたいな観点で言ってるから、若干これもあの切り口は違いますよ。違うけれども、でもそもそも敷金っていうのは、明け渡しまでに発生するさまざまなその債権というのを充当していいですよっていう性質のものですから、これも結局明け渡し後まで未払い賃料あっても引けないんですか、それ結構大変じゃないですかということで、まあ、不適切であるというふうに判断できるんじゃないかというところでございます。なので敷金系についてはね、結局あの宅建でやっている内容がそのままちょっとこう具体的なね事例を入れつつ出してくるから、うんって一瞬なるところですが、よく噛み砕いて見ていくと、まあ、結局ね同じようなことを言っているということでございます。はい、では軽くね確認しておきましょうかね。ページをね進めていただきまして、敷金に関しての、まあ、軽い内容をチェックしておきますと、敷金っていうのはいかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生じる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債権を担保する目的で、貸主に交付する金銭っていうことなんだと。だからこれは例えば先ほどの問題のように何かしらの未払い賃料とかそういうものが発生してるんだったら、担保する目的で、でそのいかなる名目によるか問わず賃貸借に基づいて生じるものを全部担保していいですよっていうことですから、基本的にはこれはまあ、充当することができるんだと、ね、そういう話になるわけでございました。はい、では続きまして、先ほどね軽くご紹介した勧誘者っていうのがいるんですよっていうのを覚えてらっしゃいますでしょうか。あ、皆さんそのページのままでいいです。勧誘者、これについてもね軽くご紹介しておきたいと思いますが、これはあの賃貸不動産経営管理士の、まあ、特有の内容になりますので、軽くねご紹介する程度とさせていただきますが、はい、ページを進めていただきまして、224ページ、はい、管理業法サブリース部分というところですが、正しいものの組み合わせを探してくださいということで、今回はねまだやってらっしゃらない方もいると思いますので、あの内容の丸バツというより勧誘者っていう人が出てくると、勧誘者っていう人が出てくると。で、例えば聞いてる内容が進める親会社との間で契約しましょうよみたいな感じで進める場合の子会社って勧誘者に該当
しないよみたいなことを言って、これはね該当するので罰になるんですが、あるいは勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合に、第三者も勧誘者に該当しますかって言って、これはしますよと、ね、で勧誘者っていうのはどういう人になるのと、特定賃貸事業者から委託料を受け取って勧誘を受けた場合に限られませんよと。これもね、限られないです。委託料ある時のみみたいなのではないと。だからね、そんな感じで勧誘者ってどういう人なんでしょうかっていうのが実際に出ていると。で、特に昨年の問いの40番でね出ておりますので、勧誘者がどういう人かっていうのはマストで覚えておかないといけないと。じゃあその勧誘者についてね、軽く触れておきたいところなんですけれども、勧誘者っていうのはこれね、細かい話となりますが、ちょっと消えますね。はい、ここにねかなり細かく書いてあるんですが、勧誘者っていうのはね、特定のサブリース業者と特定の関係性を有するものであって、サブリースの業者のマスターリース契約の締結に向けた勧誘を行うもののことを言っていると。だから別に資本関係とかも関係なく、もし勧誘しているっていうその事実が考えられるのであれば、それは、まあ、勧誘者っていうふうにもう制限加えていきましょうっていうふうに言ってると。そしてではページを少し進めていただきまして、はい、サブリースについてのこれテキストのね実際に一例をご用意しておりますが、まあ、サブリースは先ほどねお話しした通りではございます。でこの中で当然このサブリースをしている人には制限があるんだけど、はい、一番下、勧誘者にも制限加わるんですよと。で勧誘者に対しては、はい、128ページ、このような形でね、先ほど、問題でもご紹介したように、この両方を満たす人、いずれも満たすものを勧誘者っていうふうに呼びますと。この2つを満たす人を勧誘者というふうに呼び、この方も結局のところ、賃貸住宅管理業法の規制の対象になるんだと。このあたりに関しては正直、宅建と比べると、まあ、オリジナルの内容になりますので、まあ、ぜひね対策を取っておいていただきたいというところになると。で、まあ、以上を踏まえまして、似通っているところとちょっと異なる部分があるよということなんですが、はい、ページを進めていただきまして、最後の16ページですね。ちょっとちっちゃくしますね。よいしょ。はい、10月試験に皆様がなるか、12月試験で皆様がなるかっていうのがちょっと異なるところではあるんですが、まあ、どちらも共通で言えるところが、基本的には一応10月の16日までには宅建をある程度完成させておきたいと。ある程度完成させておきたいんです。で、もちろんこちらで10月の方は、まあ、10月の時点で宅建士資格試験終わりますよね。で、終わったらもうそこから全力でいいんです。全力でいい。ところがそうではない方、宅建と同時並行しながら進めていかなければならないので、まあ、一応10月の16日までは宅建を一応進める。で17日から、まあ、11月の20日までは賃貸不動産経営管理士にまずは注力をする。でそこから宅建は基礎が10月16日までにできているはずですので、最後の追い上げをしていきましょうというふうにしていただくのを、まあ、こちらではお勧めをしているという形となります。はい、それでは、今回ですね30分程度で、まあ、賃貸不動産経営管理士と、宅建士についてのね、まあ、親和性などを確認させていただきましたが、ぜひですね両方ともまあ短期といいますか効率よく学習を進めていただきまして、絶対合格していただきたいなというふうに考えております。はい、それでは宅建知識でどこまで賃貸試験戦えるか、宅建知識の活かし方スケジュールを伝授、ガイダンスを終了いたします。お疲れ様でした。